グレン・クローズはアメリカ合衆国コネティカット州出身の女優である。アカデミー賞には8回ノミネートされ、これまでエミー賞とニー賞をそれぞれ3回受賞している演技派女優として知られる。医師であった父ウィリアム・クローズの仕事の関係でスイスやアフリカで育った。ウィリアムアンドメアリー大学で演劇を学び、数々の舞台に立つ。1974年から 舞台女優としてキャリアをスタートさせる。1982年に映画デビュー作ガープの世界でアカデミー助演女優賞にノミネートされロサンゼルス映画批評家協会賞を受賞。その後出演した危険なジョージのストーカーなどの悪女役の印象が強いが、これまでトニー賞を3回受賞し、アカデミー賞には7回ノミネートされている演技派である。 1997年には、ウォルト・ディズニー制作の101で悪の強い悪女クルエラデビルで、それまで演じたストーカーなどの悪女とは違ったユーモラスな演技を披露した。女優としての顔の他ドキュメンタリー作品にも、ナレーターや本人として出演していたり、声優としてターザンにも出演している。ブロードウェイにおいては1984年に初のトニー賞を獲得して、 以来、舞台女優としてのキャリアも着々と築き上げて、1995年には、サンセット通りのミュージカル版において、ノーマ・デズ・モンドを演じ3度目のトニー賞のミュージカル、主演女優賞を獲得している。舞台では、オフ・ブロードウェイにも多数出演。テレビ界へも進出しており、現在よく知られているのは、ダメージの女弁護士、パッティ・ヒューズ役である。その他人気テレビアニメ、 シンプソンズでは、メインキャラクターで一家の大黒柱、ホーマー、シンプソンの生き別れた母親役の声で数回ゲスト、出演している。これまで数回来日したことがあるが2008年3月に、テレビドラマ、ダメージのプロモーションのため、17年ぶりに再来日。NHK 放送センターにて、来日記者会見を開いた。2012年、主演、共同脚本、 プロデューサーを務めたアルバート氏の人生でもアカデミー賞主演女優賞にノミネートされた。1969年にシンガーソングライターのカボットウェイドと結婚したが、1971年に離婚。1984年にビジネスマンのジェームズ・マーラスと再婚したが、1987年に離婚。2006年にバイオテクノロジー関連の企業社長と再婚したが、 2015年に離婚。三人の夫との間には子供は設けていないが恋人だったプロデューサーとの間に数目を設けている。また女優のメリルストリープとは孔子ともに仲が良いらしく彼女との共演作品もいくつかある。ありがとうございます。